はい、今日は2月14日です、専務。はい、バレンタインデーということで、はい、チョコレートをいただきました。はい、ソニーさんから黒いチョコレートです。大きいですね。大きいです。はい、ウォークマンです。ウォークマンでした。ウォークマンでした。フラグシップモデルです。いよいよ登場、NWZX2 でございます。はい、今までのフラグシップは ZX1 でした。それをさらに凌駕するですね、ものが出てきたということです。サイズもちょっと違います。大きくなってます。ボタンもですね、操作ボタンも大きくなって使いやすくなってます。こういう感じです。こういう感じです。だいぶボタンが大きいです。はい、そうです、はい。素晴らしいものがこの中にはたくさん入ってます。電源も4発入ってます。LR、LR で4発入ってます。バランス電装ですね。4つ入ってます。で、シャーシもすごくしっかりしててですね、このヘッドホンの端子も大きいです。大きいです。はい。で、マイクロ SD も入るようになってます。はい、今回ですね。回路にはいろいろ入ってるんですけど、それはちょっと省きましょう。音、気になる音ですけど、聞いた瞬間に違いが分かるぐらいの音が出ます。これはもう私も保証します。とてもいい音がします。さらに、こういうヘッドホンアンプですね。これも今売れてます。売れてますね。PHA3。これもですね、売れてます。これにこう挿してですね、デジタル伝送ですね、はい、デジタル伝送してます。で、デジタルアンプですからね、デジタルアンプ S マスター HX というですね、モバイルハイレゾ、モバイル型ハイレゾ対応のデジタルアンプが入ってます。DSD128 5.6MHz の DSD も再生可能ですね。あの DSEEHX というですね、MP3 とかの圧縮音源をグッとグレードアップしてくれる機能もついてます。 CD よりいい音で圧縮音源を聞けるという優れものです。それをですね、こういう今これもよく売れてます、 Z7 だったり MDR-A1 ですね。これも今度、はい、3月の A ですね、 1A、はい、失礼しました、はい、1A、 これの Bluetooth モデルも、3月21日あたりに出ます。楽しみです。はい、はい、そういう形ですね。今あの当店にはこういったものが揃ってます。ハイレゾ、この XBA-Z5 というですね、ハイエンドな、カナル型のカナル型イヤホン、はい、これでも、これでもですね、これもバランスで聞けますので、このヘッドホンアンプに LR 独立でですね、接続して楽しむことができます。こういったものをすべて凌駕してですね、今最高のセットですね。フラグシップモデルの ZX2、NWZX2 にヘッドホンアンプの PHA3 で、バランス伝送できるこのキンバー製の、ケーブルですね、リケーブルしてます。これ純正はこういった、リケーブルする前はこういうですね、ヘッドホンから出て1本のミニっていう、まあ、通常のタイプですね、はいはい、ですけどこれはもうバランス伝送で完全2本出てますね。これ2本、こういったもので、楽しむことができる。もはやもうポータブルの域を超えてます。まあ、もちろんポータブルができるのでポータブルなんですが、はい、もう音はですね、ポータブルの域を超えてですね、SN というもうノイズがとにかく少なくて、音だけがこうぐーっと迫ってくる感じですね。で、まあ低音のね、解像度っていうのはすごく高くて、もう聞いた瞬間もう感動を得られるという、今まであったでしょうか。ポータブルでもちろん ZX1 は最高でした。これも最高なんですが、それをさらに超えるものをこの度バレンタインデーに、粋な計らいですね、バレンタインデーに出してくるっていうのもね、しかも黒いのでちょうどチョコレートっていうことに言ってしまいましたが、まあ本当にいい商品が出ました。これはちょっとソニーストア でもですね、約12万しますので、まあ安くはない、安くは決してないですが、それ以上の感動があると言っても過言ではないのではないでしょうか、宮崎さん。そうですね。どうでしょうか。まあ聞けばわかると。ぜひ聞いてほしいという、もう強気の商品です。はい。これは聞いていただくしかもうない。手に取って聞いていただくしかないのでですね、ぜひこの機会をです。お見逃しなく楽しみにしておいてください。お店で待っておりますので。よろしく。体験していただけたらと思いますので。はい。もう一回お願いします。もう一回お願いします。よろしく。お願い。いたしますということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、早々と行きましたが、はい、ありがとうございます、はい、最高ですから、はい、申し上げます、よろしくお願いいたします。